ハローワールド、アイシャーです。統計あるある。今からお前にはサイコロを一万回振ってもらおう。え、い、一万回ですかやったー一万回も振っていいのやったー やったーはいというわけで今日は「ベイズ統計シリーズ2回目」ということで最右推定というものについて話していこうかなと思います。で最右推定話すにあたって推定とは何か最右推定とは何かっていう話から入ってもいいんですけどはてなってこうなるだけだと思うんですよね正直。なのでこんなお話から今日は始めていこうかなと思います。あるところに 王様がいましたでその王様は目の前にいる庶民に向かってこう言います。この袋の中には金貨が100枚入ってる。でお前はその中から好きなコインを1個選んでいい。それが表だったらこのコインは金貨は全部あげようとすると市民は嬉しいわけです。え金貨100枚金貨100枚ってそれ日本円にして一重100千万じゃあ5千兆円だ っってなたら、もう本気でコイン見に行きますよね。コインをグワーって見てみると、一枚一枚、ちょっと歪んでたり曲がってたりいろいろあって、多分表になりやすいコインと表になりにくいコインがある。えこれどうしよう。これ確率1%でも上げたら期待値500億円ぐらい違う。うわーたくさん。あーって言いながら、こうコイン見るわけです。でも見てもどれが出やすいかっていうのは正直勘でしか分かんないんですよね。そこで王様に尋ねます。ちょっとココイインン。選びたいので、コイン 何回か投げてもいいですかすると王様は。いいよっていうわけです。じゃあ皆さんはコインを1個1個投げてみてどれが一番出やすい表が出やすいコインなんだろうっていうのを調べるっていうことをすると思います。で投げてみました。あるコインを N 回投げたたところ K 回表が出ましたじゃあこのコインってもともと表が出る確率ってどんなもんなんだろうっていうふうに気になりますよね。こんな状況を考えます。 今のをもうちょっと抽象化すると、ある現象が観測されたとき、その現象を支配しているパラメーターが一体いくつだったんだろうっていうのを考えることになります。今の場合だと現象は犬飼投げて警戒コインが表だった。で、その支配するパラメーターっていうのはコインが表になる確率。こんな風に現象からパラメーターが何だろうって考えることを一般に推定と言います。じゃあ、 具体的に最推定の話に行こうと思いますで推定っていろいろあるんですよね。例えばコイン投げました、うーん、勘、ん、6割みたいなこう謎の勘でやるのも推定なんですけど、まあ、そんな推定、誰も信じてくれないじゃないですか。なので、いろんなこれだったらいいんじゃねえのっていう推定法、これっぽくないっていう推定法がたくさん発明されてます。その中の中個が最 やつです今日はそれについてお話をしていこうと思います。でここまでバーッとしゃべったんですけど結局コインを投げて表の回数を見て表の確率ってどんなんだったんだろうっていうのを考えることになります。でこれを考えるんですがいきなりそれを考えても大変なのでちょっとまずはコインを投げて確率がどうっていうことについて考えてみようと思います。はいじゃあまずこんな場合を考えてみましょう。ここ コインの確率、このコインは表になる確率が P だよっていうのが分かったとしましょう。じゃあ、このコインを N 回投げたら、警戒表でした。はい。で、この時の確率っていうのを計算してやると、はい、こんな感じのことが分かると思います。まあ、コインは表になる確率が P、N 回投げて警戒表が出た、そういう確率っていうのは、二項定理とかを使って計算してやると、NCKP の形状、1-P の N 式形状っていうふうに分かると思います。 まあ今日はちょっとここについては説明しないので、ここが気になる方っていうのは、高校の時の確率の方に引っ張っていただければなと思います。で、まあ、こうなるんですけど、これ、さっきのストーリーからすると、ちょっと乖離してるんです。なぜなら、あの時コインを投げたのは、どのコインが表になりやすいんだっていうのを知りたかったから。つまり、コインごとの表になる確率を知りたかったんですよね。なんで、この確率を知ってるっていうのは、ちょっと不思議な状況。で、こういうふうに、 なんか知りたい値をなんかもともと知ってるってまあなんか結構すごい人間にはできないということでこういうのを神の視点とかって言ったりしますね。はい。で、さっき話してたことをちょっと復習します。まず、ここにある確率 P っていうのは、はい、このコインを投げるっていう現象を支配しているパラメーターになります。で、N 回投げて警戒表が出たよっていうのが今起こった現象ですよね。で、 その現象が起こる確率っていうのを計算してやったのが NCKPK1-P の N-K 乗という部分です。はい。こんなふうに、これコインの確率を知ってるっていう神の視点からものを語りましたけれども、これを今の庶民の視点から書き換えてみると、こんなふうになります。で、庶民の視点では、まず結果が先に入ってくるはずですよね。んで、 ここでこのコインってそもそもも確率いいくつなんだろうっていう疑問が湧くはずですで。このコインが表になる本当の確率真の確率をちょっと P と区別して P0 っていうふうに書くことにするとこのコインの表率 P0 っていくつだったんだろうっていう疑問が湧いてきます。じゃあ、 直接はかかんないからちょっと間接的に考えてみようと。もしこのコインの表になる確率を P としたならば、さっきの現象ってどれくらい起きやすいんだろうか、つまり確率はいくらなんだろうかっていうのを考えます。はい、ちょっと言葉を補足しておくと。はい、この現象を支配しているパラメータが P で、その仮定したパラメータによって計算されるこの確率。この部分を、 ユードっていう風に言います。はい。ここの部分をユードっていう風に書きます。まあ、なんか犬みたいな感じで書くんですよね。で、ユード、ライクルフって言うと。英語で言うので LP と。書いておきましょう。で、この時最優推定の考え方っていうのは、このユードが一番高い P っていうのが P0 なんじゃないのっていう風に考えることです。 今言った通りですね。この LP が MAX になるような P を P ハットと書くことにしましょう。すると、この P ハットが P0 なんじゃないのつまり、このコインが表になる確率っていうのは、この LP が MAX になるやつなんじゃないのっていうのを考えることができます。まあ、結構普通に、まあそうかもね、みたいな。だって確率一番高くなるようなやつなんだもん。って感じですよね。こんな風に、 そのパラメータを仮定したときに起こる確率を誘度って言うんですけど、その誘度がマックスになるやつが元の真の値だったんじゃないのっていうふうに推定することのことを最優推定と言います。ちょっと補足だけしときました。LP がマックスになるような P っていうのを ArgMax の LP っていうふうに書きます。なんで Phat っていうのは Phat イコール ArgMaxLP っていうふうに書くことができます。 左右推定の考え方かかっていたただけましたかちょっとごちゃごちゃしたので2つだけ補足します。1つは記号について、1つは考え方についてです。記号、今 P3 つ出てきました。P0、P、Phat P っていう風に出てきました。で、これ結構やる書き分けなんですよね。推定を考えるときに真の値、神が知ってる本当の値っていうのを P0 っていう風によく書きます。で、えー、と計算するときに変数で置いてるやつ、まあ、X みたいなやつですね。 とりあえず変数で置いてるやつはまあこれたくさん書くので何の飾りもつけずに P というふうに書いて推定で選んだ値のことはハットをつけるっていう慣習があります。なので今回もそれに従ってみました。まあ、ちょっと P0P、P ハットっていろいろ出てきて混乱するかもしれないんですけど、まあ、よくやることなので慣れていただければなと思います。では考え方をもう一度おさらいします。まずよくある神の視点だと確率は P です。 で、そういうコインを N 回投げたら警戒表が出ました。うん。その確率は NCKP の形状、1-P の N- 形状です。まあ、これが普通にやる話なんですけれども、今回みたいに P がわからん、P が知りたいっていう庶民の視点の場合は、この順番で考えることになります。このコイン、N 回投げたら警戒表が出ました。じゃあ、このコインの表になる確率 P0 っていくつだったんだろうここで疑問を持ちます。で、この P0 っていうのが、この減少を支配するパラメータなんですけれども、 それを P と書いたときに確率、そ,れがその現象が起こる確率を計算してやる。で、そのことを誘度って呼ぶんですが、まあ、そのパラメータを仮定したときの起こる確率、誘度が最大になるような P、それを P 発だとすると、それが元ネタの真の値 P0 なんじゃないのっていう考え方。一言で言うと、誘度を最大にするパラメータが真の値なのではないかというふうに考える。この考え方のことを最優推定と言います。じゃあ、 今回のコイン投げの場合について実際に最優推定とかこの P ハット最優推定値って言うんですけどそれを計算してみようかなと思います。まずさっき計算した通り誘導ははいこんな式で書かれます。でこれがマックスになる P を求めたいんだから微分すればいいんですけどでもこれ最大にするのってちょっとめんどくさくてなのでログを取った対数誘導っていうものがいつ最大になるのかっていうのを考えることにします。 ロ、まあ、ロググっって単調ななな関数なんでログがママッッククススだったら元のやつもマックスになりますよねこれよくやるテクなんです、はい、こんな風に両端にログ取ってやると klogp プラス n-klog1-p っていうのが出てきます。で、nck のところなんですけど、これ定数、p によらない定数なんで考えてもしょうがないですよね。なので、まあ、ちょっとコンストっていう風に略してしまうことにします。じゃあ最大求めたいので、こいつを微分してやることにしましょう。 はい、するとめっちゃ簡単な式になりましたね。で最大値ってことはこの微分が0なんだからベ,ベベーって計算してやるとはいこんな感じ。でまあこれ分母払って真面目に計算してやっても出るんですけど、まあ、ちょっと今はこんな感じに雰囲気で計算してみましょう。でどんな雰囲気かっていうとこれこの式見てやると左の分数と右の分数は値が等しいんですよね。値が等しいんだから p と 1-p の、p8 と 1-p の比っていうのと、k と n-k の比っていうのが等しくなります。で、右は合計 n、左は合計1なんだから、右の n 分の1が左になるんで、こんな風に最優推定値っていうのが計算することができます。まあ、ちょっと面白いのが、n 分の k になるんですよね。なんで偉そうなこと言ったんですけど、結局、コインが投げた回数と表に出た回数の比っていうのが最優推定値になります。こんな感じ。 ですじゃあ、えー、と今度ベーズの時の前振りのためにもう一個の例を計算してみようと思います。それはサイコロの例ですじゃあ皆さんサイコロを渡されてわーって何回か投げました。N 回投げた時に1が K1 回2が K2 回点々点々出た時にサイコロのそれぞれの目の出る確率っていくつだと思うのが妥当でしょうかそんな最優推定問題を考えてみます。 はいこん,な時です、ね、こんな時にじゃあそれぞれの確率っていくらでしょうっていうのを考えますではこの場合の誘度っていうのを計算してみましょう誘度って何だったかっていうとこの1から6が出る確率をこの変数で置いた時に実際あれが出てくるような確率はいくらですかっていうのが誘度でしたなので今回の場合は ここんな風に書くことができま,すまあ二項定理の一般化なんですけど、まあ、この定数は何か出てくるんですが、まあ、ともかく1が K1 回で2が K2 回6が K6 回出るんで大事なところは P1 の K1 乗 P2 の K2 乗点点点 P6 の K6 乗っていう風になります。さっきと同じくこいつが最大になるところを調べようって話なんですけどさっきと同様にこいつのログを取って考えてみます。 はい、こんな感じになります。で、この時注意しなきゃいけないことがあって、変微分、例えば P1 で変微分するっていうのを考えるんですけれども、他の変数全部動かさないで P1 を動かすっていうことは今回できません。なぜなら、えっと、P1 から P6 までって足したら1にならなきゃいけないんですよね。というわけで、P1 を増やすってことをした時は、何か他のものを減らすっていうことをしないといけません。 で、今回は減らす役割っていうのを P6 に1点になってもらうことにしましょう。これは式的にはどういう意味かっていうと、はい、こんなものに書き換えることになります。じゃあ、この L を P1 で変微分してやるということにしましょう。すると、微分されるのはこの部分とこの部分ですね。なので、微分した結果書いてやると、こんな風になります。で、こんな風になって、これ式変形してやると、こんなものが、 得られますで、これ、他の PI で変微分しても、結局同じ式が出てきて、どうなるかっていうと、こんな式が得られます。で、最優推定値の場合は、優度が最大だったんで、対数優度も最大で、だから微分っていうのは全部0になります。ということは、最優推定値の場合は、 はい。変微分が全部0なので、この分数っていうのが全部等しいっていうのが分かります。その結果、こんな最優推定値を求めることができます。はい。じゃあ、これで今日の動画をおしまいにしますと言いたいところなんですけれども、最優推定には大きな問題があります。まあ、今回、サイコロの例なんですけど、結局、その割合が確率なんじゃないのっていうふうに考えるっていうのなんですけど、あなた、それ、リアルに想像したときに、 本当に信じますかちょっと具体的な例でやってみようと思います。じゃああなたは今からサイコロを10回投げます。で、バーチャルサイコロを今から振ろうかなと思うんですけど、作っておきました。全自動サイコロ振りマシーン。あ、ちょっと画面ちっちゃいですね。ここの部分にですね、サイコロ投げる回数を入れてやると、 サイコロ投げる回数入れてやると、バーっと左の方で振られて、何回出たかっていうのと、その確率、今回の場合の割合ですね。つまりこれ最優推定値が出るんですけど、それちょっと今から出してみます。はい、サイコロが10回投げられて、B 列、2665236422っていうふうに出ました。で、 最優推定値をもし信じるんであれば、あなたはこういうはずです。このサイコロは1が出る確率は0、2が出る確率が40%、3が出る確率、4が出る確率、5が出る確率が10%で、6が出る確率が30%です。あなたはこれ本気で信じますいや、信じらんないですよね。いや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 みたいな。1出るでしょ、そのうち投げたら。それに2も4割で出るわけないですよね。たまたまこうばらついただけなんじゃないの ってていううを受けけしまうわけですこれは回数が少ない時に最優推定値っていうのが全然信頼になりませんっていう問題をはらんでるっていうことになります。で今回のテーマであるベーズ統計っていうのはこれを解決する手段でもあったりするんですよね。というわけで最優推定値は限界が大きいっていうものでしたが次回ベーズ推定っていうものをやることによってこの問題を解決してみようかなと思います。では今度こそ今日の動画は。 ここまでですもしこの動画が面白いなと思ったら次回も見てください。あと追加でチャンネル登録とか高評価ボタンとか Twitter のフォローとかしていただけると嬉しいです。ではではバイバーイ。カメラが。狭い空間にいます。 ではでは次回もお楽しみにバイバーイ